皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も謎解き探偵ガールで遊んでいくわよ。さあではステージ30、社長と秘書の隠し事なんでしょう。クエスチョン1、社長が自宅の玄関で倒れていると夫人から通報があった。凶器は特定できていなかったが、担当の刑事は玄関のあるものを見てすぐに凶器が分かったという。それは何だろうと。狂気ランプと、お、これは狛犬ちゃんですか、シーサーさんですかね、沖縄県の。右側だけなんか向き違うから、向き違うと怪しいよみたいな、そんな感じですか。正解と。解説、右側のシーサーが背中を向けている。詳しく調べれば被害者の DNA が検出されるだろう。こんな初歩的なミスをするとは、犯人は相当慌てていたようだと。クエスチョン2、死亡推定時刻は昨夜。社長夫人は昨夜は自宅にいなかったと話すが、その証言を裏付けるものは何だろうと。あ、旅行に行っていらっしゃったんですかね。さあ、こちら。解説、社長夫人は旅行先からちょうど帰宅したところと。あれ、キャリーバッグって言うんでしたっけ、旅行の引きずるタイプの。バカンス用のドレスとスーツケースがそれを裏付けている。夫人が玄関のドアを開けると、見ての通りの惨状だったわけだと。すごいですね。お一人で旅行に行かれるっていう。さあ、クエスチョン3。社長宅に到着し、玄関を開けたところ、社長が倒れていたと秘書は証言を行っている。しかし、警察は秘書を見て、この証言に疑いを持つ。それは何だろうと。足跡があれですね。猫ちゃんの足跡がありますね。で、セメントがあるから、これですか？塗りたてなのにってこと？ん？あ、違いますか。足跡がついてないって意味ですかね。あ、違う。秘書を見て疑いを持ったってことは、秘書のどこかの部分を刺さないといけないってことですか。足ですかね。よし。解説、朝一番で来た秘書のストッキングが伝染していると。メイクも髪型も整えられているが、足元には気づかなかったのだろうかと。あ、伝染破けてるってことですか。クエスチョン4。また秘書が朝に来て玄関を開けたという証言が嘘であることを裏付ける証拠が見つかる。それ何だろうと。セメントこれですか？違う。さあ、こっち。あれ違う。足跡の方。もうこれ三択みたいなもんですよ。ほとんど。さあ、正解と。さあ、解説。社長宅の玄関前は朝から工事中で玄関から入ることはできなかった。秘書は昨夜から社長宅で過ごしていたのだ。秘書と社長は不倫関係にあった。社長夫人が帰宅するので帰るように言われ、口論になったようだと。まあでも分かってたはずですけどね、帰ってくるのは、社長夫人が。さあ、それではですね、今回の動画以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししていますので、よかったらなるほど店のチャンネルの再生リストから引き続き動画ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。